こんにちは、ケイドアです。今日は妄想ニュースまとめやっていこうと思います。まず重心化情報ですね。見事に外しました。まあ先月から続いている古いキャラの重心化ですね。ウォッカの重心化が決定しまして、貫通砲撃型性能はこんな感じですね。結構アビリティも強くなってて、ステータスも高いっていう風に言っておりました。で、友情コンボは直球貫通ホーミング12と長距離メテオなんで、もちろんロールライと比べると火力は劣るんですけども、まあカウンターキラーもありますし、そもそも属性違う。さらに殴り火力ね、こっち取れるんで使い道が違うと思うんですよ。なので全くね、ロールライと同じ性能を作っても正直キャラとして成り立たないので、こういう風に変化があった方が僕はありがたいなっていう風に思ってるんで、まあなんかロールライと比べるのは良くないなと思います。 SS も自強化プラス弱点大ダメージなんで、まあ普通に殴りも強いんですよね。まあ、その上カウンターキラーの乗る長距離貫通本命の順に砲撃型ですから、普通に雑魚の殲滅力も高いんで、いいキャラになったなと感じます。重心化解禁日は12月の3日火曜日、もう12月ですね。そしてまさかの超究極がコラボとか関係なくやってきます。これはね、正直俺たちの声を聞いてもらったんじゃないかなっていうふうに思います。なんか他の配信者とか、僕もたまに言ってたんですけども、ガチャゲンでいいキャラたくさん出してるんですけども、そのキャラたちが使い道がなかったんですよ。だからこういう風になんか月1とかで難しいクエストを出してくれっていう風によく言ってたんですけども、それがね、なんか叶ってるんで、ちゃんと声聞いてもらってるんじゃないかなと思いました。で、今回は超究極新アマテラスが登場します。まあ、こんな感じで2つのクエストありまして、今回は究極クエストをクリアすると超究極クエストに挑むことが可能になりますので、そこだけご注意ください。初降臨日なんですけども、12月の6日の6時から究極がありまして、それクリアすると、8時から超究極が来ます。ちょっとね、僕次の日モンストプロツアー大阪があるんで、多分配信はできない、まあ、できたとしても攻略は出せないので、すいません、そこだけ皆さんご迷惑をおかけします。で、このアマテラスは超究極を1回でもクリアすると新アマテラスに進化ができます。なので結構難しくなってくるんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じで難しいクエストを増えていくことは面白いなというふうに思ってるんで、今後とも期待しましょう。そしてですね、連覇の道が来月で最後になるらしいです。なんで最後かっていうと、この連覇の道が次回以降はなんか違う何かに変わるらしいんですよ。まあそれが全く何かわからないんですけども、とりあえず今回最後だよっていうところで、なんかスケトミン10個をプレゼントしてくれるんで、皆さんぜひまあ最後ぐらい登っておきましょうっていう感じですね。別に登らなかったとしても次の新しいコンテンツができないとかはないと思うんで、別にやらなくても大丈夫なんですけども、まあそんな感じですね。そして新イベント、パンテオンの移行が近日登場します。多分12月に着くからですね。まずはマルス反射ゲージスピード型サクッといきます。こんな感じの性能で、コンプレックス適正ですね。 SS で HP 吸収状態でできるんで、これ使えば雑魚もパネル関係なく処理ができますという風に言っておりましたので、普通に友情も強いんで、まあその他でも使えるかなっていうところですね。2体目ユピテル反射ゲージ砲撃型、性能はこんな感じで、友情ね、かなり強いですね。反射クロスレーザー EL なんですけども、砲撃型といえば 1.4 倍になります。キラー持ちのナイチンとかヒミコは 1.5 倍になってるんで、まあそんなに大差ないです。さらにバウンドボム砲撃型で持ってるんで、友情火力はね、かなり高いんじゃないかなと思いました。最近怪しさを放ってるアンチ減速コメもついてるんで、まあ、今後活躍する可能性が増えていくんじゃないかなっていうところですね。まあ、友情は本当に強化できると思います。最後、ミネルヴァ反射ゲージバランス型。性能はこんな感じでして、最近ワープブロックがかなり増えていますね。さらに超獣封じ M のキラーを持っております。まあ、友情コンボとかはそんなにめちゃくちゃ強くないんで、まあ、アビリティの汎用性の高さかな。今後勝負していくんじゃないかなと思います。今回は新キャラ確定ガチャのパックが販売されます。確かデルムットの時にありましたね。まあ別にこれは欲しい人だけ買えばいいので、まあ、これに関しては別に集金とかそういう風な考えは皆さんやめてくださいね。他の差し上げは大体こういうの絶対売ってますから、モンスター少ない方です。翼の出現が間もなく終了というところで、今回のイベントをもって終了します。なんかこういう告知してくれるのは親切ですね。また次回以降別の何かが登場します。最後にやったんですけども、東京 e スポーツフェスタ参加チーム募集中というところで、来年の1月ですね、に東京ビッグサイドにて東京 e スポーツのなんか祭典がありまして、で、これにモンストが入るんですけども、この中でベスト3位まで入賞すると、こんな感じでフレームがもらえます。今までこういうものってね、グランプリだったりとか、今はなくなっちゃったんですけども、
スタジアムのランキングバトルでしかゲットできなかったんですけど、それが今回配布されるんで、これはねぜひともちょっと皆さん頑張ってほしいなというふうに思います。僕らちょっとね、重心艇はどうするかは分かんないんですけど、多分参加できないかな。1週間後にはもう次の大会がありますし、今回は参加しないと思うんですけども、まあ誰とでも組めるんで、ぜひ皆さん参加してみてください。そんなこんなで妄想ニュースまとめ終わります。まあ長期曲楽しみですけど、ちょっと僕はタイミングが悪いんで楽しめないかなと思います。皆さん攻略頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではバイバイ。